すごいよこれ。はいどうもジプシーログです。さあ今日はね神奈川区の坂行きたいと思います。まあ神奈川区ねこの前も行ってますけどもまだまだあるということでね、一発目行きたいと思いますけども、ね最初の人はなんだっけあれ名前どう忘れしちゃった、安田さんだったかな、という方からなんですけど、ずいぶん前にねあの神奈川区この辺の、まあ、栗田屋あたりの坂行った時に A 校さん、アルファベットで A でハイフォンで CO A 校さんからのリクエストで行った一国のところにあるローソン脇から入る清坂、でこれを行った先にもう坂あるんですよっていうリクエストがありましたので、そっちに行きたいと思います。あの急坂越える坂はなさそうですけどね、まあ、とりあえず、行ってみたいというふうに思います。さあ、三ツ沢中町のねこの、交差点のところ一国ですね。国一一国どっちが正しいんだろうねまたその論争になっちゃいます。でどこだろうさ、ごめんね。あ、これですね。これ。よし。よいしょ。これ A 校さんの坂ね。A 校さんリクエストの坂。これ懐かしいな。すごかったよね。よいしょ。で、これ。でこの辺がてっぺんだっつって折り返した記憶があるんで、この先にも坂がある、一回降りてまた登る坂があるっていうんですよ。なんで一回降りるのはここですね。これを降りて、あ前方に坂見えますね。あの坂のこと言ってるんですかね。ってことはこれこっちに行っても坂じゃない。とりあえず登ります。安田さんの坂です。よいしょ。若道でもあれなんだけどないんだけど、まあまあの角度じゃないですかこれは。ここまでですね。はい、じゃあUターンしたいと思います。はい、Uターンしましたんで戻りたいと思います。横浜ガーデン山郵便局、これですね。で途中脇から入ったんですけど、これを一番下まで行きたいと思います。では行きます。安田さんの坂です。結構角度はあるかもですけど、まあ今日1回目にしては異常的じゃないですか。ここの辺が急かもね、これ。あれ、これ急、急、急、急。これ急、ね、急、急、急。あ、すごい。おー。なるほど。さあ、これ通りに出るのかしら、これ。どっち向かってるんだ、これ。わかんないんだけど。はい。ということでね、安田さんの坂でございました。ありがとうございました。さて次の坂は、次の坂ね明美さんなんですけど、どっかねこの辺右に入れっつってんだけど、右入りづらいんで一回ねぐるんと回ってこようかと思ってます。
入れとおっしゃってる、ね、明美さんの坂、これはいいんじゃないの、明美さんの坂。よし、じゃあ入ります。よいしょおー、すごい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 よこれおーおーおーまだ続く、しかもこれ急よ、なんでこんな坂、今まで気がつかなかったんだろう。あ、ここまでだ。行き止まり。よし。じゃあ降りますよ。すげえなこの坂。行きます。あけみさんの坂。すげえこれ。すげえこれ。よし。出てきましたけど。あけみさんこれすげえよこれ。マジで。ああびっくりした。怖かったな。はい、ということでね、明美さんの坂すごかったです。ありがとうございました。はい、じゃあ次の坂行きたいと思います。次はね、ブッヒートン吉さんからのリクエストですね。これをね、右に行けっつってんだけど行けないので、チンって一回 U ターンします。よし、 U ターンしました。これあれっすね、ブッヒーさんの坂から順番に行きゃよかったのになかなかむずいっすね。ここ行ってそっち行って向こう行けば順番に行けたのに、逆から回ってるから大変なのかなちょっとルート取り失敗しましたけどね。これだ、これこれこれを曲がれてっていう、これですね。いきます。よいしょ。ブッヒーさんの坂はどんな感じ、一筋縄じゃないっていう感じは分かってんだけど、ここから赤道だ。うわすげえこれえ、そこで終わりかな、すげえよこれ角度。あ、これ右に曲がってる。よいしょどうなってんのこの道。ああここまでか。これも行き止まり。よし、じゃあ降りますよ。ブッヒートン吉さんの坂です。よいしょよしよしよし、まあまあだけどさ、この角度ここすごいよね。だってさ、この階段の角度そんな遜色ないぐらいだよ。階段だったんじゃね前は。降ります。よいしょ。すげえ面白かったあけみさんとブッヒーさん両方ともさ、なんだろう、行き止まりっちゃ行き止まりの道なんだけどねすごかったっすね。よし、はい、ということでね、今日はですね、安田さんという方からと、あとは常連ね、あけみさんとブッヒーさんからの坂、神奈川からお届けしました。ご視聴どうもありがとうございました。ジープシーログでした。優勝おーおー、いい眺めだここ。